はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。JB プレスですね。これ8月4日にこんな記事が出ていました。プーチン時代の終わり方、英国の諜報機関 MI6 ロシア担当者が公式に言及。求心力が低下、対人戦場クーデターに西側は備えよということでございました。改革後ですね、西側諸国はプーチン政権の終焉に備える必要があると。そりゃそうやん、備えなあかんで。ロンドンの情報局秘密情報部 MI6 で、ロシアデスクを担当していたクリストファースティール氏は7月末、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領70が今後1年以内に政権を追われる可能性があると A メディアに語り、波紋が広がっている。20年以上もの長きにわたってロシアのトップに君臨してきたプーチン氏だが、いよいよ幕が下ろされる日が迫っているというのだ。プーチン支配の亀裂は民間軍事会社ワグネルのこの前のあれですね、クーデター騒ぎですね、ちょっと飛ばします。そのリチャード・ムーア長官はですね、ロシアのエリート層がですね、こうバラバラになっているというようなこともおっしゃっていました。最初に挙げたのはロシア政府内の反乱分子による暗殺の可能性である。それはありますね。それが一番ありそうな。同時にロシア国内で練られた陰謀によって暗殺されるシナリオもあるという。これね、その辺のね、僕みたいなおっさんが言うてるのちょうどね、 MI6 の担当者が言うてるんですよ。ということはただの想像ではなくってね、ロシアの国内でこんな動きがあるというね、何かを掴んでるんですよね。だからあの筋が動いたらああなるし、この筋が動いたらこうなるし、そういうのがあるわけですよ。もう顔が思い浮かんでるわけですよ、これ書いてる時点で。さらに国内の反プーチン派による武装蜂起によって大統領の座を追放される可能性にも言及したと。プーチン氏が2022年2月ウクライナに侵攻する決断を下して軍事行動に出たとき、政権内部だけではなく、ロシア国内にも迅速な勝利が可能であるとの見方が大半を占めていた。つまりロシア国内のプーチンの周りもですね、他の人たちもですね、なんかすぐ終わるやんと思っていたわけですね。誰もここまでウクライナが頑強に抵抗するとは思わなかったんです。で、あかんやんということになって、あかんやんあかんやんあかんやんというのが今の状態であると。スティール氏ね、改革を。暴力的にプーチンを殺害もしくは失脚させて、別の政治家かオリガルヒを政権トップにするという流れがあり、すでにそうした動きが見て取れる。やっぱりね、誰かが動いてるんですよ。ただし、それでうまくいくかどうかは分かりませんよ。オリガルヒはロシアの民営化が進行する中で急速に富を蓄積している大富裕層のことだと。まあですね、スティル氏によると、そうした要望に応えられる最有力候補はロシア連邦保安庁 FSB、 これは KGB です。 KGB の更新ですね。アレクサンドル・ボルトニコフ長官71だという。もうじいさんやん。2008年に同庁の長官職に就いて以来、ボルトニコフ氏は絶大な権力を思う存分に使って FSB を懲罰の剣に変えたと言われている。 A シンクタンクドシエセンターによると、 FSB は今やプーチン政権の頭脳であり心臓と呼ぶことができる。でもそいつに変わったところで、それプーチン2号やん。そうでしょ。別の候補としてはオルガルヒの中からイーゴリ・セチンという人物の名前も挙がっている。同氏は現在ロスネフチというロシア最大の石油会社の社長で、第二次プーチン内閣では副首相を務めたこともある。
まあ、他にもですね、こういろいろと上がってますよと。しかしそんなんに なってもですね、ウクライナやめんのということですね。ムーア氏、これは MI6 の長官ですかね。改革、プーチン政権は内輪もめや不正、悲惨なほどの無能さに蝕まれている。これはプーチン氏が明らかに政治的プレッシャーにさらされていることを意味する。プーチン氏が統率する不安定な独裁政治がどうしようもなく衰退していることが露呈された。筆者の知人のロシア人はこの点を尋ねると次のように返事をしてきた。私を含め多くのロシア人は自国の兵士が隣国を武力で荒らし回る様子をゾッとする思いで見ていると。まあそれはそうでしょうね。国際法を無視してですね、非武装の市民までですね殺害しているわけであって、はっきり言って犯罪行為ですね。それを自国民がやっているということを知ってしまうとですね、まあまあゾッとするでしょうね。これは正直な思いだし、率直に述べればプーチン氏にはもうお引き取り願いたい。ムーア氏はプリゴジン氏のクーデターが西側の諜報機関の協力があったという指摘には否定してみせたと。ちょっと飛ばしまして、ほとんどの戦争は何らかの交渉で終結するものである。和平への条件を決めるのは当事国であって英米ではない。ただウクライナが強い立場で交渉するために日本を含めた西側諸国が手を貸すことはできるはずだ。ムーア氏は言う。誰もプーチン氏に屈辱を与えたいと思ってるわけではない。思ってんだよ僕は。あいつは屈辱にまみれて、政権から降りなあかんと僕は思いますけどね。ロシアという偉大な国家を貶めることもしたくない。いや、貶めた方がいい。偉大ちゃうで、あんな国ほんまに。ムーア氏のこうしたコメントは諜報機関のトップとしては珍しく公的な呼びかけとして発信されている。これムーア氏が2月ぐらい前に言うたことですね。どっかのメディアに言うたことですね。それをまた引っ張り出してるだけなんですけど。さらにムーア氏は2024年3月のロシアでの次期大統領選挙でプーチン氏が自ら退陣するというシナリオもあると予測すると。まあそんなあるかな、ないと思いますけどね。ロシアは独裁者の束縛から解き放たれ、西側諸国との関係を正常化し民主主義の道を進むと考えたくなる。それは楽観的すぎるんちゃうかな。だからその考え方は間違ってる。その通りやん。歴史が示唆するようにロシアがそうなる見込みはほとんどないと。これを言ってるのはですね、ムーア氏はではなくてですね、アメリカのハーバード大学ケネディ行政大学院カルダ・ウェルトン研究員が言うてるわけですね。この人はロシア研究の方ですね。タイム誌に言うてるわけです。タイムっていうのは割と権威の高い週刊誌です。週刊誌はタイムは新聞調達かな、はい、イギリスのね。プーチン氏が去ってもロシアという国家は強力な保安機関であるため、西側のような民主国家にはならないということだ。ロシアがこれからどういった道を歩むのだろうかということでこの原稿は終わっております。1ページ目貼っときますね。今飛ばし3分の1ぐらい読んだ感じがしますね。一つ言えることはロシアという国にですね民主主義が根付くとは思えません。ロシアという国がですね有史以来民主主義だったことはですね、ほんのあのエリツィンを選んだ瞬間ぐらいですね。あの瞬間だけは民主主義的に選ばれました、エリツィンはね。ただエリツィンは向こう前の共産党政権の時の割と重要人物ではありました。あの瞬間だけでそれ以外が民主主義とは言えませんね。で今後もですねそういう疑似民主主義みたいなことになるかも分かりませんけども、民主主義が健全な形で機能するような社会になるとは思えません。それだけ成熟した市民社会ができていないんですよ。
だからずっとあのプーチンみたいなですね人間が治めるか、もしくは分裂して、小さな国になってそれぞれに、独裁者なり首相者なりが出てきて治めるかと、そういうことになるのではないかなと思います。まあいずれにしろですね、このウクライナの事態は終わりに近づいていると僕は思いますけどね、まあ来年の今頃にはもう終わってるな、終わってよかったなみたいなことを言うてるんではないですかね、終わりのない戦争なんてございませんからね。はい、では1ページ目を貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。